シャウレイ軍は、リトアニアにある10の軍のうちの一つ。リトアニアの北部に位置し、北にラトビアと接している。中心都市はシャウレイ。リトアニアの地方行政の歴史は、18世紀のリトアニア大公国の時代まで遡る。1795年10月、ロシアのエカチェリーナ2世は、シャウレイを市として認め、この地域の中心都市とした。ロシア帝国の地方行政区分は、 第一次世界大戦が終結するまで存続された。戦争終結後の1918年にリトアニアは独立し、その年の12月17日、リトアニアを地域ごとに20の軍に分割すると発表された。シャウレイ軍は面積が6 0 4 2トル人口が21万人とリトアニアで最も大きい軍であった。1940年、 ソビエト連邦はリトアニアへ進行、地方行政区分を再編した。この区分は1950年まで続き、その軍は廃止され、地区というより小さな行政区分に分割された。リトアニアが独立を回復してから4年後の1994年、戦前の軍制度が再び施行されたが、戦前の軍制度は現代には適合せず、リトアニアは新たに国全体を10に分ける、 軍制度を導入した。シャウレイ軍の中には、さらに以下の自治体がある。ありがとうございます。